今回はもう何回目かわからないですが、主翼を作っていきます。大会用の主翼なので、丁寧に作っていきたいと思います。まずは事前に切り出しておいた普通の長い棒ですね。まあ、棒といっても、厚さが 0.9 ミリで幅が 1.9 ミリになるように作ってあるつもりです。ただ実際測ってみると、まあ、今のですと 1.95 ミリ。また場所変えてみると、まあ、2ミリだったり、下手したら 1.8 ミリとか、かなり幅がありますので、まあ、なんとなく適当に計測してどのくらい幅があるのかを確認していきます。まあ、ここは特に正確である必要はないので、まあ、ざっと測ってみて大きくサイズがずれているのだけを除いていくということが目的になります。最近モノタロウで買ったマイクロメーター、そんな高い値段ではなかったんですが、使いやすいので気に入っています。結局5、6本選んで、さらにその5、6本を並べてみると、真ん中にある1本だけがやや真ん中あたりが細くなってしまってます。レーザーカッターでまとめて切ってるんですが、素材の密度とかの関係で何本かに1本くらいはこういうふうにレーザーの熱で焼き切れてしまうというか、他の素材よりも弱くて多く削れてしまうものがあるので、こういうのは除外していきます。そんな感じで気に入ったやつを選んだんですが、長さを30センチくらいで作っています。この方が扱いやすかったり、均一な素材が手に入りやすいので、で重なっているところですね、切り取って、それは主翼の横側のところに当てる予定です。あとは2本あるので斜めに切って貼り合わせをしていきます。こう斜めにハス向かいにする感じですね。切り取る用に一旦型紙の近くに固定をします。斜めにこの重ねた状態、2本を重ねた状態で斜めにカミソリで切れ目を入れます。それぞれバラバラに切ってもいいんですけど、重ねて斜めに切った方が正確に同じ角度に切れますので、貼り合わせた時にすごく綺麗に、あの、つら位置で揃って貼り合わせることができますので、重ねて切ります。このやり方も誰かに教えてもらったんですが、もう本当試してみるとバラバラに切るのとは雲泥の違いのクオリティになるので、これはもう地味に一番のコツですね。ここのところの、これで左右長さちょっと長めに作っておいて、その隙間のところに今切り取った残りを長さを揃えてはめ込んで、まずは四角い枠を作ります。こんな感じですね。これ少しテンションかかってるので、型紙からほんの少しだけ浮いている状態です。あと型紙には幅が76ミリって書いてありますが、これ型紙自体は正確には74ミリくらいです。完成した翼の幅を76ミリにしたいので、素材の厚みが1ミリ弱ありますので、まあそれで74ミリくらいの型紙でやって、まあ、プラス1ミリずつが左右にあって76ミリの翼幅になるというような計算になっています。あとは事前にこれまた作っておいたリブを長さを合わせながら切ったりヤスリで調整していってはめ込んでいきます。で、この段階では特に何も止まってなくて、素材のテンションだけで形が今持っている状況ですので、いつも通りこれも攻め団員を開けて、で、アセトンで溶かして使っていきます。まあ、どうせアセトンで溶かすので、正直この古い攻め台でも最後の方で固まっちゃったんですけど、どうせアセトンで溶かすので特に影響はないです。かなり薄めて使います。
もう本当一滴にも満たない量ですね。ちょんちょんちょんとつけて回ります。この段階でちゃんとついていなくても、まあ、全然問題はなくて、なぜかというとこの後上にフィルムを貼ったりしてそこでも止まりますし、実際この止めてある待ち針を剥がした時に落ちてしまったら、それはそれで足らなかったということで止めれば良いので、下手に接着剤をつけすぎて重くなりすぎる方が嫌なので、本当に控えめ控えめに止めていきます。あとは下に少しワックスペーパーを引いておいてあります。これは接着剤が、台座とかとくっついてしまうのを防ぐために、ワックスペーパーで、こう下とくっつかないように、まあ1枚挟んであるという形です。一晩乾かしたら外していって様子を見ます。この時に今お話ししたように、型紙とか下の台座とくっついてるかもしれないし、あとはうまく止まってない可能性もあるので、まあ、そういったことも考慮しながら結構慎重にここは剥がしていきます。あとは持ち上げる時も慌てて持ち上げずに、くっついてるかもという前提で慎重に動かします。そうすると案の定さっき斜めにしたところがやっぱりうまくついてなかったので、まあついてなかったら改めて落ち着いて止めれば大丈夫です。今回は骨組みを組み立てたところで終わりです。この後フィルムを貼っていきますが、長くなりすぎるので次の動画にまとめてありますので、ぜひ引き続きご視聴ください。どうもありがとうございました。Thank you.